皆さん、おはようございます。マミミンミンです。本日は私のめちゃくちゃリアルな休日を、紹介したいと思います。でね、いろいろ動画見直したんですけれども、見どころ結構あるかなと思ってまして、まずは生着替えのシーン、そして私のリアルな食事シーン、そしてまあ休日にどれくらいお金使ってるのだったりとか、そういった部分までお見せしちゃおうかなと思います。それでは行ってみよう。はい、さっきまで車に乗っていたんですけれども、本日はですね、東京の新宿に向かおうと思っているので、さすがに車だと激混みで難しい部分があり、徒歩と電車で向かいたいと思います。はい、スムージー出来上がりました。朝ごはん食べてなかったので、今日はセブンイレブンの300円のいちごバナナソイスムージーを手に持って駅に向かいます。はい、タイムスリップをして新宿です。どこでもドア使いました。ここからですね、新宿駅から本当は東新宿あたりに向かいたいんですけど、電車だとちょっと高いじゃないですか。なんで15分から20分ぐらい歩いて目的地に向かっています。節約。はい、到着しました。今からですね、私が定期的にメンテナンスに行っているサロンに行こうと思います。はい、でですね、ここのサロンで私がやりたいのは背中のケアです。これから夏になってくるの、夏がやってくるので、やっぱり背中の空いた服だったりとか、オフショルダーのトップスとか着ていきたいなと思いますので、定期的にメンテナンスをしています。お着替え完了です。どうですか？お風呂上がりみたいですよね。はい、それではオンザベッドに行きます。今は背中に施術って言ったらいいのかな、施術が終わって保湿クリームを塗っていただき、15分ほど置いている状態になります。私は結構美容も好きなので、自分の気になったところだったりとかは定期的に休日にメンテナンスをしています。じゃーん。サロン選びはこだわりがすごくあって、必ず個人店を選ぶことが多いです。ではメンテナンスも終わって、私はとってもお腹が空いたので大好きな食堂に行きます。多分この映像を見ただけでわかる方いらっしゃいますかね。なんか地域の名前をつけた〇〇食堂みたいなところあるじゃないですか。
そこです。この日は、このチキン南蛮と、ナスのおひたし。そして、ちょっと贅沢に、明太子。これをご飯に乗せて食べたいなと思って、欲張って頼みました。結構、がっつり食べる派です。ですね、私はよく一人ご飯するタイプでして、そもそも人見知りなので一人で行動することが多いですと。かつ全然どんなお店でも一人でずかずかと入って黙々と食べてます。あんまりおしゃれなカフェとかは行くタイプではなく、こういった食堂だったりとかラーメン屋さんとか、普通に素朴に美味しいのが好きです。では一番楽しみにしてた実は明太子ご飯、実食します。これですね、食堂でいろいろ食べるんですけど、一番好きなのは卵焼き、チーズインの卵焼きですが、結構この4品は私の中でも神定食だったと思います。さて皆さん食事も終わり、金額公開しているんですけれども、これ美容に使ったお金、そして本日の食事の金額でございます。こんな感じでですね、女の子はすごく美容だったりとかにお金がかかるんです。でも私は食事系にはあんまりお金かけず、節約できるところは節約します。そして徒歩で歩けるところは徒歩で歩きます。そこのバランスを取るのが結構大変なんです。では皆さん、私のリアルな休日見ていただきありがとうございました。